はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はクロスボーンガンダムのフルクロス、こちらの方完成したんでいきたいと思います。完成は1月22日夜勤明けから、そうですね、ずっと寝ないまま、なんか用事済ましたり至急消化したりして、まあ夜の、夕方17時だったか18時だったかどうか、それぐらいの時間に、最後の至急消化に行って完成。そしてあんまりちょっと休まないまま、ちょっと夜ね、次の日の収録のために、まあモジュールボードとかマスタリーシート、パイロットスキルの確認とか、ちょっと実践でね試してきました。そしてまあその次の日、1月23日に、現在収録しようとしているような感じです。まあ戦闘いろいろ重ねた結果選んだ選択なんで、あくまで私の選択なんで、まあ皆さんがね、もしこれの方が使えるよとかいうのがあれば、もう全然それで使っていただいていいと思います。まあ戦闘してね、いろいろ感じたところもあって、私の使い方で合ってたのは、まあまずこれですね、ブーストプラス49、これをまず、今回、使っていきたいと思います。そしてマスタリーシートは、1番のこちらを使いたいと思います。さあ、それではね、システムのちょっと発動までの、ゲージがねちょっと溜まったんで、早速いきたいと思います。まずは、機体スキルね、フルクロスとスカルヘッドユニット、フルクロスはビーム属性の射撃、攻撃を完全に防御できるが、一定のダメージを受けると装甲は破壊される。まあ、破壊されたら、まあ、再出撃までは復活しないと。そしてスカルヘッドユニットは機体性能は要は上がるんだね。で、使った後は、特殊攻撃に回避行動、まあ、緊急回避が、まあ、使えると。まあバリアの、まあその代わりバリアの持続時間も減少するって感じか。よーし、わかったぞ。早速、じゃあやっていこうか。攻撃確認ね、次は。まあこんな感じの武装だ。まあピーコックスマッシャーって書いてあるけど、まあ要はビームライフルですな。あとはピーコックスマッシャーの一斉発射。まあこれはあんまり威力はないんでね、広範囲に撃って、まあ、よろけを取れたらいいかなって感じの武装ですね。あとは格闘はなかなか威力が高めですね。そして、システム発動時はこのような感じになります。まあ緊急回避ができるようになるという感じですね。そして攻撃力、まあ格闘の攻撃力がね、まあ見たらわかるんですけど、こんな感じの能力なんですけど、発動するとこうなるんでね、まあ発動中にノーマルの格闘とかならかなりダメージ与えられるって感じなのかな。はい、それじゃあね、まず通常状態をまずやっていこうかな。まずは回避入れた感じ、まあ、こんな感じだね。連続入れるとこんな感じだ。で、長押しで入れると、まあ、こんな感じで、まあ、使えるという感じか。さあ、そしてメイン射撃がまあこちらなんですけど、まあなかなかね、これも普通のビームライフルとはあんま変わらないですね。で、下入力で押すことでこう、このようにね、一斉にぶっ放すことができると。で、大体3発ぐらいだったかな。3発ぐらい撃つとよろけが取れるんで、まあ、そのタイミングでマニュアルとかもいいかもしれないな。で、あとは、次はバルカンね。意外とよろけ早く取れるからね、結構いいかもしれないね。割と6発7発ぐらいかな。6発だね。6発でよろけが取れるんで、取ったとこでマニュアル射撃って手もある。だから結構バルカンとかばらまきながらどっかでよろけを取ったら、まあ、マニュアル射撃、もしくはまあタックルとか持ち込むのがいいかもしれないね。あとはアンカーかなんかついてるのかな、シザーアンカーってあるから、まあこれを使うのも悪くないな。でタックルとかね。さあ、それじゃあね、早速システム発動を早速やってみようかな。本当に緊急回避した時にちょっと減るのかも一応見ておこう。ああ、本当だ、緊急回避使うと減り方が早いのか。ああ本当だ、どんどん減るな。なるほど、こういう感じのか。この辺は変化はないか。変化をしてるからといって
変更はないと。でシステム発動は切れたらやっぱり一瞬ちょっと硬直したね、今一瞬。ちょっとまたゲージ溜まるまで待ちますね。その間に、格闘の方どんどん、つけていこうかな。まずは通常状態の格闘ね、まあ、システム発動前だからこんな感じだ。さあ行くぞ。まあブンブン振ってくるような感じだね。2連撃って感じか。さあ今度は上角、そのままノーマルに振っていくとはできない。おかしい、できないかな。もう一回やってみよう。上角やってすぐやって、もう一回ノーマル、あーノーマルは当たらないか。ちょっと一撃で倒してしまうかもしれない。上角やってもう一回上行ってみるか。あーいやできないな、ヒットポイントが思ったより削れちゃうのか。もう一回、そして上角、ちょっと拾いにくいな。さあちょっとそれでは、今度は横角、すごいね飛ぶんだね。さあもう一丁もう一丁。さあ今度は右から攻撃できるかな。普通のやつは、いけるね。ノーマルなら横角から普通に切りかかるのはできる。あれでも横角からいけないのかな、ちょっとずれちゃうのか。まあ上から上につなげるっていうのはまあできそうだけどね。よしじゃあ次は下角いってみようか。よーし行くぞ。おーこれは出どころが見えないからすごい分かりにくいね。しかも3回も吹っ飛ばされるっていうね。これ外れるな、アンカーはやっぱりちょっと無理か。なんか面白いことできないかな、これで。まあ、こんなうまくはいかないだろうけどな。引き上げて横から、あー無理か。なんかできそうな気もするんだけどな。あ、なんかいいコンボがあればちょっとまたね、みんな教えてくれると嬉しいな。まだそこまで慣れてないんでね。はい、それではね早速次はシステム発動した時の、格闘を見ていこうか。こんな感じだな、威力も高い。さあ行くぞ。さあまずはノーマル、変わってないかな。2連撃が4連撃になってるね。うわすごいの見せましたけどな。タックルに持っていくのもいいね。全部入らなかったらよろけが取れるからあんな感じになるのか。で本当は左右、あ切れた。ちょっと発動がまたできたらまたねやってみたいと思います。ちょっと待ってね。さあ溜まった、行くぜ。で下角、この辺は変わらないか。さあもう一回やってみよう。下、おーいいね。これはなかなか楽しいかもしれんな。で降りたらこれで拾ってマニュアル社員、おーこれもいいな。楽しめそうだな。あそうだ、あとはフルクロスの方は回復できないって分かったけど、どうだろうな、システム発動はちゃんと回復するのか一応ちゃんと確認していこう。多分回復できなかったと思うんだけどな。なんかあんまりそういううまい具合にいいタイミングで使うことがなかったんで、ちょっとねやってみようかな。そういえば実戦で試してなかった。さあ行くぞ。使って使える状態になってここからだな。どうだろう、半分ぐらいまで減ったらちょっと試しに使ってみようか、パイロットスキルを。さあ行くぞ。あー回復はしないね、システム発動ライフはないと。やっぱり一瞬止まるからな、ここをちょっとこのタイミングもちゃんと見ながら戦闘しないとね。いい場面でね動きが止まってやられるっていうのはやっぱ何回かあったんで、そこもちょっと注意していきたいと思います。よし最後にじゃあタックルしていきましょう。乗ってから、こんな感じですね。
なんか口からなんか出てきそうなような感じだったけど、こういう機体なのかな。あんまりフルクロスはね、私知らないんでね、なんか口がなんか光ってんだけど、あれはどういうことだ。さあ、それではね、早速、戦場の方行きたいと思います。さあ、それでは行きたいと思います。早速行くぞ。まずはシステム発動の時間までは、おっと、なんだあれは。すごいことになったな、いきなり開幕から。大丈夫か。さあ行こう。おー怖い、おー怖い怖い怖い。なんかめっちゃ狙ってくるね、みんな。ナイス。さあ次はどんどんこっちから攻めていこうか。やっぱり減ってるやつからどんどん削っていった方がいいだろうしな。おっとやばい、ラブついてるね。おおびっくりした。よし捕まえた。そらっバッチリ。おお敵時間を利用して。いいね。あ、ちょっと待ってくれ。やろう。ああ。こうなりゃ、システムはそうだ。これを使ってろ。これを使って。よし、捕まえた。おろた。よーし。やはり、下入力の戦役もなかなか役に立つな、これ。あ、くそ、こんな時。システム発動は切れた。そう、落とせたタイミングだったのに。うん、なぜ狙われてる。おお、バルバトスがいた。危ない、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。局者で狙ってる、こっちを。やめて、ちょっと、俺を狙ってる人多すぎないか。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ、待ってくれよ。おかしい、おかしい。狙うやつ、他にいっぱいいるだろう。私のような雑魚を狙ってどうする。やめろやめろ。さあ奇襲回避でいろいろやっていくぜ。よし、オッケー、こらえよ。よし、あっちシステム発動がちょうど切れたタイミングか。お、あれはすごいのが減ってる、いい感じだ。よし、あー、そう、逃げるのは早いな。君は厄介だな、やはり。よし、オッケー。さあ次はそこだ。ロックオンキャンセラーか。ちょっと厄介だ。どこ行った。これでも食らえ。よし、ダウンバットを。おお、ありがとう、助かった。あとは任せてもいいかな。これはそろそろ来るな。危ない、緑茶を狙ってきたか。やはりさあ行くぜ。ほらよ、当たってねー。かいー、よし、当たってねー。ナイス。さあどんどんやっていこう。血を潰すか。こっちだな、先に。よし、オッケー。敵を次々と攻撃している味方がいます。危ねえ、危ねえ。ナイス。さあここらで決めたいよ。ナイス。さあいけるか。こんな少ないヒットポイントでいけるのか。ちょっとやばいかもしれんな、俺。回復しとかないとやばそうなんだけど。わあ、助かった、ありがとう。これはありがたい、これはもらいましたわ。あ、やめて、やばいやばいやばい、危ない。やられてたまるか。ここまで来たんだ、なんとか粘っていきたい。あ、やべ、おお、あ、やべ、
あ、うそミスったうそー、こんな肝心なところでミスった。やっちまったぜいやミスったな、なんで俺はあっち回避しちゃったんだ、間違えたな。あやらかした私の勝利ポーズは、ああまさかね、やってしまうとは、申し訳、ま、すいませんね。あの勝利ポーズはね、あの仕方ないんで、あの2種類、ね、そうだね、あのこの後なんか戦って取ったやつ、適当に勝利ポーズだけの部分だけ取って貼り付けようかなと思いますんでね、ごめんなさいね。あーやってもた、最後の最後に集中力が切れたのかな最後いやー失敗、うまくやれなかったな、申し訳ない、最後の最後でミスするとはもうバカだよ本当にさあどれぐらいだったのかな成績の方は、果たしてどうかな、どれぐらいかな。はい、今回は撃破6、損壊1、アシスト4。まあ練習の時、完成した次の日かな、あ当日か、当日の夜いろいろ試した時はね、もう本当にね、もうひどい目に遭いましたよ。2キルとか3キルしかできなかったり、まあ4デス5デス食らったりとかありましたんでね、やっとなんかマスタリーとモジュールが決まってからは割と安定して、まあトップ3内にはなんとか入れるようにはちょこちょこ入れてたんで、まあ一回5000ダメージぐらい取って1位もあったんで、まあいけるかなっていうことで今回来たんですけどね。はい、なんとかいけてよかったです。味方強かったな。敵誰よかったかな。ラゴーかな。やりにくかった。やっぱ、結構あの局者威力こそ低いんですけど、よろけ取ってくるからね、あれでちょっと強い一撃持ってるような機体がすかさずそこの撃ってくるとね、もう本当にひどい目に遭うんですよ。はい、まあそれじゃあね、ダメージ状況いってみましょう。はい、今回は2649の受けたダメージ1520でした。あー、まあちょっと与えたダメージ低めだな。まあ中間よりはいいんだけど、上から4番目とかぐらいですね、全体で。チーム内だと、3番目の与えダメージですね。ちょっととどめ刺す感じが多かったからっていうだけだね、こりゃ。まあなんか相当戦もね、まあ私もそうなんですけど、時々やっぱり5000とか8000ダメージとか それぐらい取っても、まあ、3位4位とかっていうことがやっぱありますんでね、なんかこう与えたダメージでなんかボーナスがつくみたいなのにすれば、多分そういうことも起きないんじゃないかなと思うんでね、なんかその辺でなんかまたこう運営さんも見直してくれると嬉しいなとかってちょっと思いますね。はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。次回そうですね、まあまたね、なんか期待もう一回やって、あ、もう一回フルクロス挑戦しようかな。もう一回フルクロス挑戦します。今度はちゃんと与えたダメージを3000とか4000とかちょっと頑張れるようにね、ちょっとまた練習していきたいと思います。それではね、今日はこれぐらいしたいと思います。おやすみなさい。